名鉄のミュースカイミステリーツアーに参加してきました。東名古屋港にミュースカイが18年ぶりに入線、そして乗客を乗せてはなんと史上初の試みということで、史上初の人になってきました。東名古屋港のダイヤモンドクロスで撮影しながらミュージックホーンもちょっとね撮ってきたのでご堪能ください。まずは歩道橋の上から撮影してみます。いやー綺麗ですね。ここから撮るのはなかなか見れないですからね、皆さん楽しんでください。踏切？そうです、ダイヤモンドクロス。ダイヤモンドクロス線路が中心に交差するところがあるので、はい、ここに行きたい。はい、お願いします。もうすぐ出発ですか？いや、まだ大丈夫。まだ大丈夫。これ一緒です。